岡山が生んだ奇跡のブサイク、またそです。今日はなんかな、いろんな人、待って、これめっちゃ唇荒れとんじゃけど、いや今一番なうちに来る質問で多いのが、どうしてそんなに細いんですかとか、ダイエット方法教えてくださいとか、なんでそんなガリガリなんですかとか、体型に関する質問がとにかく多すぎる。体型の維持の仕方をな、出してくださいって言われるから、まあ、出すことにしたんだけど、まあ、とにかく嫌味じゃないからな。嫌味言うのはな、これほんまに細いのにな、細くないですよ言っとるのが嫌味だからな。いや、うちは認める。カリカリじゃん。カリカリとはガリガリを起こし、より爪楊枝に近い状態のことである。高校の時に今の体重より9キロぐらい太っとった時期があって、まあこの頃なんだけど、この時しとったダイエットは無印のなスルメと学食の150円のサラダしか1日食べないっていうのを1週間続けて元に戻ったよ。まあだけどおすすめはせんよ、ほんまに。今はダイエットとか全くしてないんだけど、なんとなくこう日常生活で、まあこれが原因でカリカリなんじゃろうなっていうことがあるから、今から皆様に丁寧にマータソがお教えしたいと。すごく参考になる良い VTR でしたね。まあ結局のところな、体質よ。気にして食べて太る人もおるし、気にせず食べて太る人もおるし、もう体質10人十色、みんなそれぞれ。またそのプラマイエンターテイメン、やばばばいは、やばばばいは、やばばばいやいやい、聞いて、はあ、コメ欄と、はあ、リップで細いと言われるよ、はあ、全然細くないですよ。もうちょっと太らないと本当にやばくない、はあ、すげくない、マジでやばばばいやいやい。でもね、はあ、足短いし膝は黒いし凹凸ない、はあ、挙句の果てには顔はこれ、はあ、プラマイゼロ、むしろマイ、はあ。